こんにちは、カクスクです。やっていきます、ソウルクレードル。前回まではストーリーを進めていたんですけども、一度こちらの強化の試練というものに挑戦していきたいと思います。ではやっていきましょう。とヘアパワー、あーなるほど、部屋それぞれの部屋でやっていかないといけないのね。この子たちを鍛えたいんだ。この部屋の強化の試練、ランダムバンジョンに挑みます。ステージのボスを倒すと部屋効果が高評価されます。クリア後急自然を中断して舞台編成に戻ってもクリア情報は記録されます。再開も可能です。強化の試練に挑みますか？はい、行きます。あ、初めてだ。あ、何これ、何これ、コクスケも連れて行けるんだ。どこにいるの、あれ薬師の、あれのメンバーのやつのはずなのに、クスケたちでやるんだ。部屋の管理人、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、こうではなく、あ、やめるよ。キャラ一覧、戦闘機知識、の間敵のレベルが上がりますと。あ、召喚できるか。そうか。いつも通りなんだね。で、召喚します。まずは召喚ですね。この子はこっち側に置いておこうかな。俺の拳受けてみろ。で、召喚のこの子もここらへん、そこかな。手伝ってあげるわ。これで攻撃で部屋の管理者攻撃します。通常攻撃、魔法いっぱいいるんだけど、5人とかずるくない？5人とかずるくない？きつくない？これこれ負ける。何これ。あ、管理人攻撃するべきものじゃないの？ちょっと待って、最初に、なんだと、私セーブしてないぞ。嘘。これ負けたらゲームオーバーになるの知らなかったなんてことだ。ここからだ。そうかそうなのか。仕方ない、もうこの記録あとで進めておくとして。強化の試練ってまだやるべきではないのかな。もう一回やってみよう。管理人以外を攻撃してみよう。残り召喚回数8回で罠だらけなんですね。いや強いよな、普通に全体的に。これ立てる気がしないな。で、カクスケがやられたら終了なんでしょう。いやー知りませんでしたよ。はい、ここダメ、開いてない、あ、山ダメなの。罠の上に置いちゃったけど、
やっぱ山の上ダメなんだ。え、じゃああっち側のは遠距離攻撃で倒さないといけないってこと？罠壊した方がいい気もするけど、これ強いよ。はい、難しい。よし、一人倒した。アタックアップとかえっちゃって、でもさっきよりマシだ。さっきよりは断然マシだ。召喚コマンドは使えない、使えないな。部屋の形的に無理だな。そい、あー、レベルダウンしたよ、レベルダウンしたよ。あれ、あー、部屋の管理者、部屋の管理者はやっぱダメなんだ多分。オルゲムス隊を攻撃したりしたらいいんじゃないかな、普通に。管理者は攻撃しちゃいけないんだね、きっと。やっちゃったな、そんな説明あったかもしれないけど、久しぶりだったからな、覚えてなかったな。前衛にいる人たちは多分攻撃してこないと思うんだけど、どうなんだろうね。そうなの、罠から逃げておこうって思ったら動いちゃいけないのね、罠。あ、さよなら。あ、そういうものなのね、そういうものなのね。うわー、記録消えるとは思ってなかったよ、まさか。いいよいいよ、やり返してやれ。大丈夫、でも移動できないのちょっとやばいな。あ、飛んでても、あ、よし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 、どうぞ。罠だらけ、こちらに有利だぞ今のところ。やっぱりちょっと召喚でこの子呼べるじゃないか、ここ。罠の上なん、あ、いや、ここは呼べるな。ここに呼んで、でもあの子たち、そういえば遠距離攻撃ダメだったな。攻撃、どうしようもないな。あ、奥側に召喚した方が良かったのか。すでに召喚されてるからダメだよな。魔法使いちゃんに頑張ってもらうしかないね。えい、あなたは攻撃で、罠ではなくワンちゃん、ワンちゃんを攻撃します。先に回復できるからいけるはず。で、2体ほど倒したい。よしよし、アタックは上がってる。それは別になんともない。遠くから攻撃してきたな、やばいな。このメンバーここで呼ぶべきじゃなかった。あちゃー、やられるだけだ。あー、そしてレベル上がってる。よし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 、技消耗回数が減った、いいぞ。しまったな、戦技レベルを上げていこう。と終了でしょ。隠すけもな、召喚で、あー、下げることってできないのか。戦技、まずいな、遠距離攻撃に弱いからな、このメンバー。遅い、この子しか攻撃できないもんな。よし、やってやれ。
お、後ろ攻撃した。素晴らしい。いいよ。終了。空飛んでる子が近くに来るんじゃないかな。風船にレベル上げていく。よし、近づいてきた。ちょっと、やめて。あ、8弱いな。レベル上げにはなるか。さっきから、あ、大変ですね、あなた。遅い。うん、移動の、確かにちょっと下がっておこうか、邪魔しないようにね。よろしくお願いします。はい、終了。この子だけにかかってます。ブレイス使っちゃおうか。遅い。オッケー。いい、この子はいいです。敵を近寄らせないといけないからね。ちょっと行動を、道ってどの道を通っていくっていうのは指定できないのかな。よしよし、近づいてきた。やり返してやりなさい。そい、ゴーよ。よしよしよし、完璧。遅い。やば、もう使えないでしょ。もうじっとくしとくしかないよ。ウェイ、近づいてきた。はい、逃げておく。いや、この子がこんなに役に立つの初めてじゃないかい。よし、あ、倒した倒した。オッケー。いや、管理人のことなんて知らなかったからな。あ、ターン何まで大丈夫だっけ。遅い。どっかの、なんかのボタンでクリアターン、あ、6ターンまでか。いけるかな。罠はいいとして、コントミン対コントミュ対、相性は悪いけど、あ、オッケー、使っちゃおう。リーダー2個、リーダー、よしよしよし。で、やってやりなさい。ガブー、よし、倒したでしょ。よしよし、終了。あれ、はい、あれ、どう、オプション、あれ、もういないんだけど。え、この人倒さないといけないとかないよな、さすがに。ターンで終了したら終わるかな。遅い。あれ、嘘、あれ、はい、え、こんなことして、あ、いないよね。いいのかな。あ、罠壊さないといけない、ひょっとして。攻撃してみよう。ああ、これでいいんだね。遅い。はい。はい。終わり。ああ、そっか、最後まで持てば倒さなくてもいいんだっけな。ああ、一旦戻って。もう一回やってみましょうか。強化の試練で。で、ヘアパワー200。で、ヘアの、あ、いらっしゃいませ。何？ヘア効果。購入。あー、こういうのが、そう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 、あるんだよな。で、ルーム、さっきの貯めたルームポイントで、これを買うんだ。なるほど。
とりあえずいいかな。どう？編成でここで、で、全部とりあえず部屋キープしとこうか。たまに間違えてやっちゃうからね。はい、おっしゃ、これで、部屋名メンバー、メンバー編成からの、違うな、あ、部屋交換、あ、違うすいませんね、なんか手探り感満載で。部隊編成の部屋編成、部屋効果がさっきのやつで、強化の試練、あれさっき、あ、大丈夫か、うんうん、じゃあね、部屋効果買ってみるか。今ギグポイントが、あ、ルームポイントじゃないかこれは、うん、能力 10% 上昇、あ、なるほどね、あふれる生命力買います。で、いくつか装備することができるのかな。と、ヘア効果を装備、あ、いっぱい持ってるじゃないか。買っちゃって、上二つは多分元々のヘア効果なんだろうな。スタミナ、レジストを上げておきたい、あ、演術師上げとこうか、2人いるからね。よし、この部屋も全部にね、部屋効果設定していこう。元気調達、贈り物が届けられます。ちょっと欲しいところ、剣闘士ではなく、アタック、スピード、レジスト、アタック、スタミナ、どうしよっかな。単純に、いや、ここもともと強いからな、あ、レジストだけ上げておこうか、剣闘士もいるから一応やっておいて、スピードやって、ヘア効果、贈り物届けられるやつつけてみよう。で、剣闘士、両術師のやつが欲しい。なかったっけ？演術しかない、しかないか。剣闘士、整理しちゃって。刀剣士、アタック。ちょっとね、レジストを上げておきたい。あ、ないですか。あー、そうですか。じゃあ、これでいいですよ。おっしゃ。なんで、あ、一回とりあえず買ったから、システムでセーブしておこう。いやー、セーブが消えたの痛いな。結構戻っちゃったもんな。で、舞台編成でもう一回。ちょっと時間結構経っちゃったけど、RP も、使い方が編成メニューで、メンバー編成、ルームポイント
許可の種類まいっか。うん、格付け隊をちょっとルームポイント上げてみようか。うん、何事も試しですよ、試し。ほうほうほう。うわ、敵のレベルがどんどん上がっていくって、これはまずい。移動からの召喚で、まずこの子を、こっちに、弓矢の近くに呼ぶでしょ。俺はやるぜ。なんだなんだ、あ、贈り物ね。で召喚で魔法使いグループはこちらに置きます。調子いいの。そっち弓もいるんだけどな。移動はもうできなくって、アイアンウィル、うん、はい、大丈夫かな。まあ、セーブしたからね、やられてもいいんだけど、もうちょっと後ろからね、遠くから犬の散歩隊、あ、一人しかいない、ここすごいいっぱいいるな、怖いな。そうなったら戦技でフレーズでこれやった方がいいんじゃないかな。そい、なんだって、まずい、一気に戦況が悪化した。あー、近いよ。移動できなくする方が良かった。え、つ、多いよ。あ、もしやこの人管理人じゃないよね、大丈夫だよね。あ、管理人こっちだ。ふぅ、そっちに来たか。頑張れ頑張れ、耐えるのだ。強い強い、こんなの無理だって。なんでこんな強いの、いきなり。さっきと比じゃないぞ。犬の散歩はもう別にいいんだけど。開いた。犬の散歩はいいんだけど、ね、避ける。なんかやたら強くないかい今回。ショットだし、じゃないな。さっきよりねレベル1高いからな。そうだな、この試練は試練だもんな、何よりも耐えるのが一番強いんだな。別に全員倒さなくとも大丈夫っちゃ大丈夫だもんね。そい、やばいぞ。そい、いやー、その人はそんな強くないんだ。まずいぞ、まずいぞ。でまた出してダメなんだ、もう無理だ、もう無理だ、無理です、無理ですよ。逃げろ逃げろ。あー、来た。もう回復できないんだ、もう回復できないんだ、私たちは。痛い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 。ひえー、全然どうしようもない。うわ、あ、ひどい。試練ってレベル上げのスメインにすると思ってたんだけど、なんじゃこりゃ。あ、開いた。悲しい、投石でやられるなんて。うわ、こういう感じなのか。うわー、きついな。うん、やっぱストーリーを
まずは進められるところまで進めるのがいいのかな。では次回はちゃんと記録元の場所まで進めてからまた撮り始めます。それでは今回はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。